原子力火客船サバンナはアメリカの火客船で世界で2番目に建造をされた非軍事目的の原子力動力船。1955年にドワイト・アイゼンハワー大統領の構想によって提案され、翌年連邦議会の承認を得て原子力委員会、運輸省開事局、商務省の共同プロジェクトとして開始された。船体の建造はニューヨーク造船所が担当し、 原子炉と手記は、バブコックウィルコックスによって製造された。1962年に完成し、アイゼンハワー夫人のマミー・アイゼンハワーによって、サバンナと命名された。船名は、19世紀に初めて、大西洋を横断した、蒸気船サバンナに由来する。サバンナ号に搭載された B&W 製、加圧水型原子炉サバンナは、商用船における原子力機関の応用を実証する。 デモンストレーション船として建造され、また、アイゼンハワー政権におけるアトムズ・フォー・ピース政策のショーケースでもあった。外観は印象的で優美な船体をしており、高級ヨットのような豪華な内装が施された客室とバラ積み貨物を搭載可能な貨物庫を持っていた。船内には、2つの映写室、図書館、スイミングプールなどの施設が備えられ、100人の乗客を 載せることが可能で、貨物庫には8,500トンの貨物、または1万8,000立方メートルの貨物を搭載、可能だった。当初はサバンナ号に続き、数百隻の原子力動力の商用船を建造する構想もあったが、大型の原子炉主機の問題や、経済性から頓挫した。事実、アメリカのニューヨーク港から、西ドイツのブレーメルハーヘンへ向けての諸女公開では、 わずか14人しか乗客が集まらなかった。また貨物についても、輸送の依頼が集まらず諸女航海にて積載された、貨物はわずか300トンほどだった。現在、サバンナ号自体は、核動力が撤去され、カリフォルニア州の博物館に展示されている。サバンナは商船への原子力推進技術の実証船舶であり、建造時から経済的な競争力は期待されていなかった。 外観はバルク運搬船というよりも豪華なヨットのような外観で100人の乗客のために映画館にもなるラウンジプール、図書館、空調完備のステートルームを30室備えていた。航海において安全記録は印象的で燃費は卓越しており白く輝く船体は梅園によって汚れることはなかった。二役装置の設計は見栄えを重視して設計されていた。 1965年から1975年に連邦開事局はサバンナを貨物輸送による収入を得るためアメリカンエクスポートイスバランテンラインズへ貸し出した。しかしサバンナの貨物空間は8500トンで体積は65万2000立方フィートで限られていた。多くの競争相手は数倍積載することができた。流線型の船体は前方から積載することが面倒で、 自動化された港湾の二役装置では不利だった。乗員数は、同規模の石油を燃料とする船舶の3倍で、通常の船舶の免許を取得する訓練に加え、専用の訓練をすべて完了する必要があった。さらに、賃金の分類で、労働葬儀が勃発し、サバンナの機関士は、原子力の訓練の保障として、割増し賃金を要求した。航海士たちは、 伝統的に機関士よりも高い給料を受け取っていた。労働仲裁人は、専用の訓練の必要性が低いにもかかわらず、公開士たちにとって有利な従来の賃金算定表に従う評決を下した。この賃金の問題は続いたため、海事局は、ステーツマリーンラインとの契約を打ち切り、アメリカンエクスポートイスブランテンラインズを新しい運行業者に選定した。その結果、 新たに乗員の訓練をする必要があるため、1年近く予定が遅れた。運行業者が変わったことにより、労働葬儀はすぐに緩和したが、この紛争解決の失敗は、原子力商船の実現の可能性を永遠に曇らせることになった。サバンナ号は乗客用に空間を浪費したので、貨物の積載量が不足した。その結果、通常の重要燃料とする、 C4 級のような同規模の船舶と比較して年間200万ドル余計に経費がかかった。1972年、連邦海事局は経費を節減するため退役させる決断を下した。この決断は石油の費用を1トンあたり 20US ドルドルで算出したものだった。しかし、1974年、オイルショックにより1トンあたり80ドルになったことにより通常の船舶よりも 大幅に運行経費が高いということにはならなくなった。1818 18年に建造されて、大西洋を横断した初の蒸気船である、初代サバンナ号同様、革新的な推進装置を備えていたが、商業的には失敗した船となった。引退後、サバンナは初めてサバンナの街のドックに入居し、海上ホテルに改装されることになった。しかし、投資家は見つからず、 テキサス州ガルベストンに経流された。1981年、サバンナはサウスカロライナ州マウントプレザント付近のパトリオット海事博物館へ展示されるために開校された。そこで見学者たちは窓越しに原子炉を見学することができた。博物館は見学できる部分を増やそうとしたが、それは実現しなかった。マラードによる定期検査により、 1993年サバンナをカンドックへ移すことが必要になり、1994年パトリオットポイントからメリーランド州ボルチモアへ修復のために移された。その後、バージニア州ニューポートニューズの国防予備センターへ移動した。核燃料は退役時にすでに取り外されていたが、搭載されていたシステムの部品は放射能を帯びていた。連邦開示局は放射性物質の 除洗い作業を行い、原子力関連の機材を撤去した。2006年8月15日から、バージニア州ノーフォークのコロンナイス造船所で99万5000ドルドルの費用をかけ、修復作業が行われた。2007年1月30日、ニューポートニューズ市の所有する23番桟橋に、係留された。翌年5月8日、ノーフォークからボルチモアまで、 放射能を除去するために開港された。サバンナはボルチモアで最大3年で588,380ドルドルをかけ、ベインブラザーズ造船所で作業を行う。サバンナはアメリカ合衆国国定歴史建造物に指定された。ありがとうございます。